高いけどボールもゆっくりだよね。ゆっくりだと相手の人も取りやすいでしょ。いや早くするそう、早くした方がいい。カーブ、カーブ。じゃあどんな風に早くするかっていうと、バレーボールも早く打つために高くボールを投げてジャンプしたりしてるよね。でもセパタクローはね、あそこから足は出しちゃいけない、離しちゃいけないっていうルールがあるので、どんな風にするかというと、少しボールを高く上げて、こんな風に。無理でしょ、無理だよ。こんな風に力があります。柔らかいよ。やばいやっけ、それは反応いい。みんなのだけ覚えておいてください。でもみんなにも1回ぐらいはやってほしいです。みんなにはまずこれ、これを確実にやってほしいです。覚えたしてよ。左利きの人は左に行ってください。今度は逆側になります。左側から投げてくれるので、左足でカーブを打ちます。この中で左利きの人ってどれくらいいますか？よっき。その時は、先生に言ってください。で、今からどんな風にして練習をするかっていうと、ここに3箇所、あるので、あそこのコートとここのコートと向こう側のコートでやるんだけど、先生のここにボールを集めてください。で、先生は投げるので、投げました。ゆうき先生が打ったら、自分で取りに行きます。自分で取って、で、ここに置いて、また後ろに並んでください。わかりましたか？はい。はい、では、3箇所に分かれたいので、チーム、ぐちゃぐちゃになっちゃってもいいので、